はい、こんにちは、小寺信義です。NAB もですね、今会期3日目となりました。今回はソニーブースでモニターをいろいろ見てみたいなと思います。ソニーブースといえばですね、まずこちら見ていただきたいんですけども、クリスタルニュークリスタル LED というのを展示しております。これあのプレスカンファレンスでも使われてたんですけど、これ大変な輝度なんですよね。もう明るく照明を焚いてもまだ全然見えるっていう、しかもこのコントラスト感で、しかもこの大きさということで、まあ、値段も相当するんですけれども、これもまた一つの新しいソニーのテクノロジーの結晶かなというふうに思います。それではですね、モニターブースの方へちょっと行ってみましょうか。ディスプレイブースはですね、プロフェッショナルディスプレイスっていう、ちょっと囲われたコーナーがありまして、そこの中で、展示されています。あ、こちらですね。じゃあちょっと順にご説明いただきたいと思います。あ、すみません、ちょっとご説明いただきたいんですけど、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ソニーでモニター担当しております上村と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱり昨今といえばですね、HDR にどうやってモニターで対応していくのかといったことがやっぱポイントになろうかと思います。あとは公式機器ですね。はい、そのあたりでこのどのモニターはどんな感じだよみたいなちょっとラインナップの話を聞かせていただければと思うんですけども、はい、はいはい、まずこちらがですね、公式機器の展示をしています。BVM の E251 というのを今年の1月からリリースしたんですが、それはすでに ITU の RBT2020 という 4K の公式機器の色再現に対応しております。で、今度ですね、9月10月ぐらいからですね、PVMA シリーズと LMDA シリーズを2020対応にして、いろんな価格帯ので公式機器をチョイスしていただけるように作ろうと思っています。で、これらすべてのモデルが非常に色域の広いパネルを使っていますので、再現性もかなり一致しているというデモを今やっております。これもともと、ディスプレイの能力的には2020対応してたんですけども、今は現状はまだファームウェアが対応してないということなんですかね。はい、そうですね。セッティングが今709しかなかったものを、はい、これかなり前 に2013年か4年ぐらいに導入したモデルですので、その時はまだそういう必要性がなかったんですが、最近は 4K の撮影が増えてきていて、まあ、HD のモニターをコスト的には使いたいんだけれどもという声が増えてきているので、まあ、こういった拡張をしていこうということを決めました。なるほど。これやっぱりその E シリーズっていうのが一番ハイエンドなんでしたっけ。そうですね、 BVM E シリーズが HD のマスターモニター、うん、ということになります。これやっぱりグレードが違うんですけれども、こう見た限り色の違いみたいなものはほとんど感じられないですね。そうですね、色域的に言うとほとんどもう色再現性はほぼ近い状態ですね。で、UKL の方が暗部の色域再現性もかなりいいです。まあ、その点 LCD はちょっと色域としては狭くなってしまうんですが、これはもう原理的にどうしてもしょうがないところなんですが、まあ、通常パッと見ていただく分には全く遜色はないかなと思っております。なるほど。これはやはりこれから HDR のカラーグレーディングなどにこういうものは使われていくだろうということなんですかね。そうですね、色域の意味で言うと2020の色域をカラーグレーディングで使っていくというのはもちろんあります。で、 HDR は基本的に今2020が標準化していますので、機能として高輝度化はしなければいけないので、特定のモデルになってしまうんですが、はい、BVM の X300 であるとか、BVM の E171 っていうようなモデルも、今度 HDR 化していくことになっております。なるほど。じゃあ向こうの方へちょっと X シリーズと、見てみますかね。これはかなりバキッと出てますね。そうですね、BVM X300 はおかげさまで、発売以来、お客様から非常に高い支持をいただいて、全世界でもう事実上の標準機になったかなと思っております。ただ一方でやっぱサイズ的に、はい、30インチという大きさになっておりまして、例えば通常のテレビと同じ大きさで見たいとか、映画ってどうしてもスクリーンサイズが大きいっていうところもありまして、前からですね、欧米で大型サイズのモニターが欲しいというふうに強く言われておりまして、我々としてはそれに応えるために PVM の X550 というモデルを、昨年準備いたしました。なるほど。
で無事の方にはですね、ニューと書いてありますけども、BBM-E171、ちょっとちっちゃいのを出したわけですね、今度は逆に。そうですね、あの BBM-E171 っていうのは17インチという、実は映像制作でかなりですね必要とされるサイズでして、特に、テレビ制作の中継車ですね、放送中継車の中ってどうしても狭くてスペースがないので、以前からずっと17インチを使っておりました。やっぱそこに合うモデルっていうことで、どうしても必要なサイズということで、このモデルを企画しました。なるほど。こちらの方はですね、BVM と PVM シリーズということで展示がございますけれども、これは、どういう展示なんでしょうか。はい、PVM A シリーズ、長らくご愛顧いただいてたんですけれども、やはりあの時代が 4K の時代になってきたということで、先ほどお話ししました、あの色域の対応、それから 4K の信号の1本を取ってきてそのまま入れていただいても見れる対応というのを、あの9月10月ぐらいから始めようと思っているんですが、それ以外にちょっと機能強化をしていこうというところで、一つは 4K 制作への対応、もう一つは、ショッピングチャンネルといいますか、そういうマーカー機能の強化であるとか、あとは、オンセットで使っていただく、撮影系で使っていただく機能の強化、それからグラフィックス用途、 Adobe RGB だとか、そういった色域も対応して、用途を広げていきたいなというふうに考えて、4つの機能の強化をしています。で、今回はまだベータソフトウェアなので、機能としてはあのマーカーとあの色域、 Adobe RGB とかは見せられないんですけど、撮影系の新しい機能についてご紹介します。一つはあのフォルスカラーへの対応ですね。フォルスカラー対応することによって、入力信号の、レベル、カメラで言えば、露出のレベルを簡単に確認していただけるようになりました。それから、シンクフリーサイドバイサイドという新しい機能を、搭載することになりました。これ面白い機能なんですが、例えば同じ入力を2画面で出して一方をフォルスカラーにして見ていただくことができます。で、このフォルスカラーの機能ですけれども、スケールが横に出ていますが、そのスケールを消すことも可能になっています。これはお客様が選んでいただく形ですね。あともう一つは、このシンクフリーサイドバイサイドっていう機能の、としてですね、フォーカスインレッド、フォーカスをこう確認していただく機能も同時に使っていただけます。で、同じ入力ばかり見せるっていうのも、見るっていう使い方もできるんですが、全く、同期信号の違う、例えば、今こちらが、24P の信号だとすると、こちらに 60P の今信号を入れています。こういう同期値が全く違う、フレームレートが全く違うものを入れても画面が乱れることなく、見ていただくことが可能な機能になっています。これの、もう一ついい点としては、 SDI だけができるっていうのは他社さんでもやってらっしゃると思うんですけど、これは HDMI も同時に表示することができます。こういう面白い機能とかを、今回強化しております。これシンクフリーということは、中にフレームシンクロナイザーが入っているってことなんですかね。そうですね、ただディレイが非常に少ないっていうのも実はこれの特徴でして、こちらの主画面に関して言うと、シングルで見ている、遅延量と全く変わりません。で、このモデルの遅延量というのはだいたい 0.、プログレッシブの 60p で言うと 0.5 フレームぐらい、インターレースで言っても 1フィールド以内ということで、非常に遅れが少ないものになっています。はい、では BVM の方を見ていきますか。はい、これ E シリーズなんで、一番ハイエンドなやつですね。BVM E シリーズは前、E250A というものと F250A というようなモデルで2つモデルあったんですけれども、モデルを統合して、E シリーズ一番高いラインの値段をお安くさせていただいて導入を1月から行っています。こちらのモデルはすでに、1月から発売済みで、2020、先ほどお話しました2020対応とかももうすでにできております。で、先ほどお見せした HDR の対応というのを今度の、7月の終わりか8月ぐらいに、対応しようと思ってまして、
まあ、お値段を上げるっていうのもできないんですけど、できないので、HDR の機能に関しては別売りオプションという形でライセンスを販売する形を取ろうと思っております。なるほど、なるほど。まあ、いる人いらない人いますからね。そうですね、はい。なので、今後 HDHDR というのはこの BVM の E171 それから BVM の X300、 PVM の X550 でも対応できるようになっております。はい、こちらの方はですね、ニュー 2.0 ファームウェアと書いてありますけども、なんかファームウェアのアップデートで、なんか面白いことができるということなんですね、これ。そうですね、実はこの機能、本当は実は 1.1 に入っていた機能なんですけれども、今までちょっとちゃんとお見せしていなかったので、今回新たにお見せしようということで、機能コーナーの方に置かせていただきました。はい、見ていただくと非常に横長の映像になると思うんですけど、これ今アメリカの方ではとっても流行っているアナモフィック撮影の機能でして、こういう横長の映像を HD の、画角の中に収めるというレンズを使って撮影しています。でアナモフィック、こういう形で非常に横長で使う一方ですね、もう一つは2.39 対1で見たいという要望もありますので、その2つが見れる機能を今回お見せしております。なるほど、真ん中を切る感じなんですね。そうですね、はい、真ん中を出す形になっております。こちらが撮影しているオリジナルの映像で、こうやってひしゃげた形で撮れていると。でこのレンズがですね、こういう形で撮影しているのでちょっと光的に面白い映像が撮れるということで、アメリカの映画関係の方々はこういう撮影を非常に喜んで今やられているというふうに聞いております。まあ、それに今前から対応してたんだけども改めてご紹介ということなんですね。はい、メニュー上でですねちょっと面白いんですけれども、はい、ここにアナモフィックとあります、はい、この 2.0 というのがレンズの規格でして、なるほど、横長2倍に撮れますよというものと、1.3 を選んでいただくと、1.3 倍のレンズに使っていただけます。 なのでこれはレンズを決めたらどちらか固定になります。あともう一つ17対9とか16対9とか4対3ってありますけど、これはイメージャーのアスペクトですね、カメラのイメージャーのアスペクトになりますので、お使いいただいているイメージャーのアスペクトに合わせて選んでいただけます。我々 のソニーの F55 だとか F65 というサイズは17対9のイメージャー使っていますので、これを選んでいただくと正しいアスペクトで表示できるようになっております。まあ、レンズと、撮像素子のアスペクトというデータをもとにこうモニターの見え方が決まるというので、まあ、間違いがないということですね。そうですね、どなたでも簡単に選んでいただけるようなメニュー設定を考えました。なるほど、なるほど。結構微妙にこのアスペクトってちょっとね、実写では目で判断できないときありますからね。そうですね、はい、まあ、その辺を間違わずに設定できるようなものにしております。なるほど。あともう一つ実は紹介したいものがあります。はい、これこちらがですね、カメラレンズメタデータという機能になっております。これは何かというと、通常はクリーンアウトでもらっている映像で、カメラの設定状態がどうなっているのかっていうのを、モニターにいる側の人が自分で選んで見ていただくことが可能になっています。で、今でですね、現在、FS7 とつながっております。ちょうど今うまく誰かいじってくれていますけれども、こういう形でカメラの今状態がどうなっているかというところが一目で分かるようになっています。なるほどね。あ、数値が F が今動いてますね。そうですね、はい、まあ、そういうのは全部分かると、はい、今これ3段で出てますけど、はい、これは2段にすることもできますし、1段にすることもできます。うん、それから場所も全部違う値をまた選び直すことも、並べ替えるっていうのを自分で決めていただくこともできるような工夫がしてありまして、まあ、ソニーの F65、F55、それから FS7、FF7M2、その辺をですね、組み合わせていただければ、こういった撮影の時に、カメラの状態を確認しながら撮影することが可能になっています。まあ、現場にはまあいろんな役割の人がいて、それぞれこう見たいパラメーターが違いますもんね。そうですね。そういう中でこうパラメーターをこうなんていうんですかね、自分が見たいものだけ集めるっていう、こうどこを見れば自分がのパートにこう参考になる値が見られるのかっていうのが、まあ
設定で決められるということですか。そうですね、実はこれ作る前にですね、いろいろこうヒアリングをかけまして、例えば映画撮影の場合はあのフォーカスを、担当される方、うん、それから撮影監督、それから DIT と言われる方々、いろいろな方々がそれぞれ実は見たいものが実は違いますと、 あと人によって、注目するデータが違ったりとかしているというふうに聞いておりまして、なるべく、自分が見たいデータは真ん中に持ってきたいだとか、うん、そういうご要望があるというふうに伺いましたので、最初は固定で行こうかと思ったんですけど、うん、全部組み合わせを変えられるようにしたのは実はそういう理由からです。なるほどね。これはやっぱりこのがっつりしたこう映像制作には欠かせない機能になっていきますね、これはね。そうですね、やはりこの辺はですね、ソニーという、まあ、長年映像制作をやってきたメーカーなので、いろいろお客様からも教えていただきながら作ることができました。なるほど。はい、じゃあちょっと明るいところで出てきましたけれども、こちらの展示が非常に今人気だということで、まあ、どういう展示なのかちょっとご紹介いただきましょう。はい、先ほどお話しいたしました VIVM-X300、 今 4K の業界標準のマスターモニターになっておりますが、うん、まあ、4K 制作というので VIVM-X300 を誰でも皆さん使っていただくというわけにはいきませんので、それを 4K 制作の現場でアシスタントできるモニターが必要だというところで、今回ファームウェアバージョン2のファームウェアアップデートで LMD-A240、 それから A170、 A220 と並べて展示しております。なるほど。特にこの A240 と A170 なんですが、色域が非常に広いパネルを使っておりまして、今回は VIVM-X300 と結構色が合ってますよねという展示をしていますが、皆さんそれは納得という感じで見ていただいております。なるほど。これ結構ね、液晶なんで割とお安いモニターじゃないですか。そうですね。それと比べてこの X300 とだいたい色が合うっていうのは結構驚きですね。そうですね、ビデオレベル、信号レベルも、まあ、SDR の映像であれば、全く問題なく使っていただけますし、色再現も非常に近いものになっています。実際こちらにチャートを準備しているんですが、このチャートを見ていただくと、黄色い線が DCI-P3 の線、はいはい、で赤い線が、まあ、重なって乗ってますけれども、それが BVM-X300、うん、そのBVM-X300 とほとんど隣り合うようにある深い青の、うん、線が LMD-A170、 それからグリーンの線がですね、うん、LMD-A240 で、一番外側の水色の線が、ITURBT-2020 の線になっております。 なのでこれだけ広い色域のパネルを使っているというところですね。A170 のパネルは結構 X300 と近いところがあるんですね。そうですね、ほとんど X300 と変わらない色域になっております。なのでこれだけ色がマッチして見えるというふうに思っていただければと思います。まあ、違いは液晶なんで、その黒の締まり具合がちょっと違うけども、色味としてはまあほぼ同じに見えるということでよろしいですかね。そうですね、視野角とかですね、その辺はちょっとやっぱりどうしても差があります。あと黒の再現性に関しては差があるんですけれども、まあ、アシスタントモニターとして使っていただくには、まあ、十分な性能なんじゃないかなと思っております。なるほど。ではちょっとこちらの方へ、新製品があるみたいですね。はい、そうですね、今年はバージョンアップが多いんですけれども、今年の新製品として LMD の B240 という、 LMDA の A っていうのがアドバンスドっていう意味に対して、 LMDB の B っていうのはベーシックっていう意味になっております。機能としては非常にベーシックな機能はちゃんと備えておりまして、価格を、お安いものにする予定でおります。で、昨年ですね、 LMD-B170 という17インチのモデル、こちらを出しまして、その時にいろんなお客様の声を聞きまして、やっぱり24インチぐらいが欲しいよというようなお話がありましたので、今年 LMD-B240 を準備させていただきました。なるほど。やっぱりこれではちょっと小さいと、これもいいんだけど、これはもう一段大きいのが欲しいっていうリクエストがありそうな感じのサイズですよね、17って。そうですね、17インチに関して言うと撮影、系で使っていただけるように、まあ、DC インプットとかも準備してるんですが、その時聞いたお客さんのお話だと、編集とかはやっぱり24インチぐらいでやりたいと。そうなんですよね、言われまして、それで24インチを準備させていただいております。なるほど、なるほど。もちろんこちらも実は DC 入力持ってますので、お客様によっては持ち出すことも可能になってます。なるほどね。はい、でソニーの特徴は LMD
A シリーズ、LMD、B シリーズ、それから PVM A シリーズ、全部非常に軽量に作ってあります。ですので持ち出しにとてもしやすいということ。あとはですね、非常にいい点としてはメニュー構成ですね。メニュー構成見ていただくと全く LMD A シリーズ、PVM A シリーズと一緒ですので、どのモデルを使っていただいても同じような操作性で使っていただけるというところで、迷いなく使っていただくのが忙しい現場ではとてもいいんじゃないかなと思っております。なるほど。これもやっぱりもうディスプレイにこうファームウェアが入れられるようになって、メニューとかいろんな機能がファンクションがいじれるようになったっていう、まあ、一つの恩恵ですよね。そうですね、はい、我々ソニーとしてはお客様に同じ操作体験をしていただきたいなと思いまして、こうした統一したコンセプトの操作性を求めております。なるほど。本日はソニーのディスプレイをいろいろご紹介しました。これから HDR 制作へ臨まれる方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりですね、現場でちゃんとしたモニターで見ないと、色とか決められないですよね。まあ、そういう面では、ソニーのこれらのラインナップ、便利に使えるんじゃないかなというふうに思います。